この動画には、以下の要素が含まれます。ゆっくりしていってね。皆さんこんにちは、カチャーンです。今回は FA-18F と F-35A を戦わせてみたいと思います。FA-18 は8機、F-35 は4機だよ。FA-18F は AIM-120G を4発、AIM-9X を4発搭載しています。F-35 は機内ウェポンベイに AIM-120G を4発装備。F-35 は AIM-9X を機外にしか装備できないから、ステルス性を優先して装備してないよ。どっちの機体が勝つか、右上のアンケートから予想してみてね。ここで F-35 が次々にアムラームを発射。F-18 はまだ F-35 を感知することができません。ここで F-18 が AIM-9X を次々に発射。近距離用のミサイルを持っていない F-35 は太刀打ちできず次々に撃墜。そして F-35 全滅、FA-18 は3機生存しました。F-35 4機で FA-18 5機撃墜できたから F-35 の勝ちと考えるか、相手を全滅させた FA-18 の勝ちと考えるか、あなたはどう思いますか？さて今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。ただいま絶賛ネタ切れのため、DCS でこんなことしてほしい、というリクエストお待ちしております。Android の人は、DCS のバニラで使える機体がまとめてある、アプリのリンクを概要欄に貼っておきます。というわけでご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。コメント、シェア、高評価そしてチャンネル登録よろしくね。また見てな。